森山未来が挑む新たな世界。鬼才スティーブン・バーコフの手により幻の名作カフカの変身がよみがえる。全身全霊で見せる未来の変身を見逃すな。ただいまからチケットの先行予約を受け付けます。深夜です。おかけ間違いのないようにお願いします。さあ、森山未来さん主演カフカの変身という作品なんですが、うん、はい、タイトルは皆さんご存知有名なんですよね。カフカの僕は知らない。変身という小説なんです。杉本さん読んだことあるんでしょ。はい、私は結構好きなんですね、カフカが。ちょっと難しいお話なんですけれども、あのフランツ・カフカが1915年ですから、かなり前に発表した作品になるんですけれども、非常に簡単に簡潔に言いますと、主人公グレゴール・ザムザがある朝目覚めたら虫になってましたというお話です。突拍子もないとか。ある朝目覚めたら虫になってた。嫌やな。変な話。どうします、虫になってたら。何になってるかによるわ、虫の中でも。あのね、それはね、カブトムシやったらちょっと嬉しいな。あ、ちょっとなんかこう角とかこう磨くな。虫になったら、まあ、とりあえず蛍光灯の中入って嫌な気持ちさせるかな。飛び回ります。何の虫かによるでしょう、うん、何の虫になってるんですか。小説の中では硬い背中を持ち、お腹には節があり、細く小さな足が何本もあるとは書かれてるんですけど、そういう描写であって、はい、この虫とは言うんですか。何虫とは書かれてないんですよ。まあ、いわゆるもう抽象的な 虫ですね、はい、ですから、あのカフカ自身も出版するときに絶対その挿絵を入れないでほしいと。絶対入れるな、人それぞれの虫が、はい、そうなんです。そのイマジネーションを思い起こさせたいと。でもそっから何タマムシどうなんの、虫なってて。あの、そうなんです、あの何虫かも描かれていないですし、どうして虫になってしまったのかという経緯は一切描写されてません。面白い。もうある朝虫になって虫になってたんです。でそっからも虫との生活が、そこからそうです、あのグレゴールと家族との日常が描かれると。だ、読む人によって多分捉え方が変わってくる。ちょっと難しい作品なんですが、あ、わかりました。面白そうな本。今度持ってきます。で、今回の舞台の脚本、演出、美術、音楽を手掛ける鬼才スティーブン・バーコフ、聞いたことございますでしょうか。聞いたことありますね。あのビバリーヒルズ・コップやランボー、怒りの脱出などの悪役、まあ、主人公の敵役、敵役として、その方が演出をする、はい、活躍されている俳優さんでもある方ですね。なるほど。で、このスティーブン・バーコフという方が、このカフカの変身を1969年に自身の主演で初めて手掛けられました。ですからかなり前のことですよね。大前ですね。はい。で、今回が？はい、森山未来さんが主演。じゃあ森山未来さんが虫になるって。そういうことですね。でもそれどうなんですか？舞台上で虫になるって言っても、森山未来さんになんか着ぐるみみたいなこと？そのあたりのヒントも教えていただけるんでしょうか？はい、森山未来さんにお話を伺いました。週刊プラチケをご覧の皆さん、こんばんは。カフカの変身、どんな舞台になりそうですか。見る人によって、まあ、捉え方は違うのかもしれないんですけど、僕が思うのは、なんかまあミュージカルではもちろんなく、ストレートプレイというのともまたちょっと違う、なんて言うんだろう、パフォーマンスっていうものになんか少し近いのかな。では具体的に舞台ではどんな変身をすると思いますか。虫の着ぐるみみたいなのを着るのかもしれないですし、なんかスパイダーマンみたいな総体でなんか虫みたいなのをやるのかもしれないんですけど、とにかくそういうこうちょっと普通のセリフ劇だけじゃない、こう身体的なそういう虫の象徴されたイメージみたいなものとかが体で多分表さなきゃいけなくなってくるので、それは一つの挑戦だなと思います。虫に変身した森山さんを見たお客様はどんな気持ちになると思いますか。嫌な気分になるでしょうね。虫になっちゃって、でこう家族にいじめられて、最後はこうリンゴとか投げつけられて体にめり込んで死んじゃって、で家族はちょっとこう充足感にあふれて次の第一歩を踏み出すみたいな。脚本、演出、美術、音楽を手掛けるスティーブン・バーコフに期待することは。スティーブン・バーコフという人は、その変身という作品とずっと向き合い続けて、何十年も自分がまず最初にやって、いろんなダンサーや役者の人と、もう何度も何度もこの変身というものをやってきているので、そのやっぱり重みだったり
世界観っていうのは確立されてると思うので、それは楽しんでもらえると思います。はい、虫に変身した森山さんからジンコバにクエスチョン。陣内さん、剣道さん、今度僕は、変身という、カフカの変身という舞台で、虫に変身します。もしお二人が変身するなら何に変身したいですか？俺森山未来君になりたいわ。なるほどね。やっぱあんなかっこいい俳優さんいないでしょ、ね、美しいですしね、うん、小林さんは？僕はイカですかね。イカですか？はい、なぜですか？イカの池作りに本で採取されて、うん、醤油かけられて、うん、共感できひんわ。共感ゼロじゃお前。でも楽しみですね、森山未来の虫の、どのような虫を演じるのか。そうですね、はい、森山未来さんがカフカの変身にどう挑むのかお楽しみに。 Welcome to INDIGO。 今月から放送開始した昼ドラインディゴの夜、胸が張り裂けそうな今日の二人。クラブインディゴという一風変わったホストクラブを舞台に、女性店長と個性豊かなホストたちが身の回りで起こる事件を体当たりで解決。やればいいんでしょ、やれば。みんな力を貸してくれ。お互いの絆を深めていく姿を泣きと笑いで描きます。話題のドラマがなんと世界観をそのままに舞台化決定。あの風変わりなホストたちがドラマを飛び出して今度は舞台を駆け巡る。劇場にクラブインディゴが開店。ただいまからチケットの先行予約を受け付けます。深夜です。おかけ間違いのないようお願いします。出演するのはドラマでも大活躍のイケメン4人組インディゴ4。知性派ホスト犬マンを演じる天野浩生。インディゴの夜っていうテレビをそのままね、舞台に持っていけたらなと思うので、まあ、そこのメンバー代表していけるように舞台も頑張っていきたいと思います。暗い影を持ったホスト樹役の真山明宏。インディゴに来店したような気持ちで舞台に来てもらって、ね、ちゃんとおもてなしできたらいいなと思います。はい、双子のホスト兄のもいち高木万平。お客様にわあ生だってちゃんと思ってくれるように、そしてインディゴの夜のこの楽しい動物園のようなこのホストクラブを味わって皆さんが癒されて帰ってくれたら嬉しいです。双子の弟模索には高木慎平。キャラクターもそのまま舞台に上がるので、そちらの方も生で感じて肌で感じて書いてもらったらなと思います。頑張ります。ドラマのイケメンたちに会える舞台インディゴの夜、果たしてどんな活躍を見せてくれるのか、乞うご期待。さあ、今月からスタートした月曜日から金曜日のお昼に放送中のドラマインディゴの夜が舞台化されて、5月に大阪にやってくることになりました。テレビの世界の皆さんが生で見れるということですね。そうなんです。インディゴの夜ドラマに出演している先ほどの VTR に登場した4人のメンバーが同じキャラクターで舞台に登場ということで、ドラマファンも必見という舞台になっております。はい、さあ、その4人なんですが、インディゴ4を結成した天野浩生さん、真山明宏さん、そして双子の兄弟高木慎平さんと高木万平さんの4人となっています。うん、夏希ちゃんは気になる人はいますか？どの子は夏希ちゃん気になる？なんかよくテレビで最近双子の高木慎平万平さんを見るので、ちょっと気になりますね。はい、ブレイクしてくるんでしょうね。もちろんそうですね。もうドラマとかにも結構皆さん出てらっしゃるので要チェックですよ。要チェックですよ皆さん。はい、はいはい、ドラマと連動したインディゴの夜、一体どんな舞台になるのかご期待ください。夏希のプラステーション、今年も大阪の街が熱く燃えます。以上、夏希のプラステーションでした。さあ、今日はですね、まあ、野々村誠さんも来ていただいて、パンザフロア、はい、ねえ、もう本当に生で一度見ないといけないということで、もう3月に今年の来ますから、はい、夏希ちゃん今年こそ見てくださいよ。見たい、本当に見たいです。一回見に行けほんま。見に行きたいです。ええかげん行きや。一緒に行きましょうよ。ああ、俺はちょっとおかんの。ほんまお前、ほんまいよいよ降ろされるでお前。いよいよ、いやいよお前降ろされたら俺。やるためにはどうしたいね。見に行こう、一回でいいから。
打ち合わせ入ってもういよいよやでお前いよいよ時間の問題で下ろされんのもそれではまた来週お会いしましょう。さよなら。いくら叫んでも今週は大阪国際女子マラソン特製6面体パズルを3名様にプレゼント。番組ホームページ